日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。 FA の申請期限である11月14日になっても動かなかった中田翔選手がオプトアウトを行使し、自由契約となって巨人を退団することが判明し、球界に衝撃が走りました。中日への移籍が報道されていますが、とある意外な球団も獲得に名乗りを上げているといいます。そこで今回は中田翔選手の獲得に名乗りを上げた球団の正体を紹介していきます。プロ16年目34歳の中田選手は、昨シーズンのオフに巨人と3年契約を結んでいますが、1年ごとに契約を見直すことや破棄することができるオプトアウトという権利を盛り込んでいて、球団は15日に中田選手がこの権利を行使して自由契約となることを発表しました。中田選手は今後自由に移籍先を探すことが可能となり、他球団との交渉を進めていくことになります。中田選手は球団を通じて、野球を続けるチャンスを与えてくださった巨人の皆様には感謝して申し切れない、今の自分は打席に立ち続けたい、グラウンドに立ち続けたい、その気持ちでいっぱいだ、そのようなチャンスをいただけるお話があればありがたいとしています。中田選手はプロ通算で打率2割5分303本塁打1062打点の成績を残し、日本ハム時代に打点王に3回輝いた勝負強いバッティングとファーストの高い守備力が持ち味ですが、今シーズンは怪我の影響もあって92試合の出場にとどまり、打率2割5分5厘15本塁打37打点の成績で、終盤には代打での出場も増えていました。阿部慎之助新監督は来シーズン、岡本和真選手と坂本勇人選手をそれぞれ1塁3塁でレギュラー起用することを明言しています。そのため岡本選手とポジションが被る中田選手は実質戦力外扱いでした。中田選手は自らが置かれた状況を察知して、水面下で移籍可能な球団を模索しています。家族と一緒に過ごしたいという思いから在京球団を第一候補に考えていたといいます。年俸は二の次で、試合に出られることが最優先となっています。となれば打力に課題がある千葉ロッテが合致します。ただ FA での移籍となると今期の年俸3億円がネックとなります。宣言せずに残留するという一報が駆け巡った際は、トレードでのロッテ移籍を狙うのだろうと予測されましたが、自由契約となればもっと話が早いです。交換相手も2球団での話し合いも必要ないわけですから、日付が変わった11月15日午前2時に早くも中日スポーツがドラゴンズが獲得調査に動き出す旨を報じました。貧打に苦しんだ中日にとっては朗報です。一塁を守るダヤン・ビシエドは来季から外国人枠を外れて日本人としてプレーできますが、衰えが著しいです。かといって球団の予算に余裕はなく、 FA 戦線には参加しづらいという事情を抱えていました。極論を言えば、来シーズンの年俸が7000万円プラス出来高でも、中田選手が条件を飲めば交渉は成立します。ネックは家族を置いて名古屋に単身赴任する必要があることです。日本ハム時代、同僚へ暴力事件を起こしたことで巨人へトレードされた経緯があるため、本人はこれ以上家族に迷惑はかけられないという思いが強いです。ただ残りのプロ野球人生を考えると、そんなことも言ってられません。とにかく試合に出たいという思いが勝つ可能性は十分にあります。球団の親会社である中日スポーツが報じたことで、一気に中田選手の中日入りが加速するかと思いきや、ことはそう簡単ではありません。手を挙げそうな球団がもう一つあるからです。それは中田選手の故郷広島を本拠地とするカープです。広島も今シーズン助っ人の大砲が不振で長打不足に泣いてセリーグ2位に終わっています。その一方で4番の西川龍馬選手が FA 権を行使しました。パリーグ球団への移籍が確実視されており、打力ダウンは避けられません。今季60試合で1塁で先発出場したマクブルーム選手とデビッドソン選手も結局退団が決定し、深刻な大砲不足に陥ってしまいます。マクブルーム選手は来日1年目の昨季チーム最多17本塁打を放ったものの、今季は6本塁打に終わりました。デビッドソン選手もチーム最多19本塁打を放ちながら、打率2割1分で44打点。2017、
18年にはメジャーで2年連続20本塁打で、メジャー通算54本塁打の長打力を発揮することができませんでした。 V 奪回に向けて打線強化は必須で、右の大砲は末金選手くらいなので、中田選手のような右の長距離砲は補強ポイントに合致します。広島は新たにマット・レイノルズ内野手、ジェイク・シャイナー内野手の2選手の獲得を発表し、助っ人野手を刷新する形となりました。32歳のレイノルズ選手は昨季 3A で22本塁打を放ち、マイナー通算74本塁打、本職は二遊間ながら捕手以外全てのポジションを守ったことのある万能型の中距離打者です。28歳のシャイナー選手は昨季 3A で30本塁打で、マイナー通算102発と長打力が持ち味で、主に1、3塁を守ります。共に右打者の内野手として打線の穴を埋める存在として期待されていますが、やはり日本でどこまでやれるか未知数なので、実績のある中田選手は取っておきたいところでしょう。チームはドラフト以外の補強は消極的ですし、そもそも中田選手はカープのチームカラーに合わない気がするので静観するでしょう。ただチームカラー的にといっても、今のチームに良い化学反応を起こさせることにもなるかもしれません。1970年代後半から80年代の黄金期の広島では、昔はやんちゃしてたという選手が結構いたり、あの扱いにくいと言われた江夏氏をトレードで獲得したりした経緯がある球団です。いくら自由契約での退団とはいえ、中田選手を数千万で契約するのは難しいでしょう。ただ争奪戦に参加した場合、中日に勝てるのは地元出身選手として売り出せること、地元愛が強いカープファンも納得して声援を送ってくれるでしょう。また中田選手が巨人に移籍して打撃が良くなったことの要因の一つに、東京ドームが札幌ドームに比べて狭いということがあったと思います。もし中日に移籍すれば、ホームランを打とうとしてもうまくいかないような気がします。中日と広島でしたら、中田選手は金額よりもプレーしやすい環境の方を選ぶのではないでしょうか。見知らぬ土地の名古屋に単身赴任というのは、野球人生の集大成を図りたい中田選手としてもやはり躊躇するでしょう。広島出身で勝手知ったる広島の方がはるかにプレーしやすいはずです。来シーズン、中田選手は赤いユニフォームに袖を通すのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。